な。食べれるかな。かき割って食べんわ。かき割るかもしれないよ。はい。かき割食べれんかもしれないよ。何歳この人？この子は12歳か。どうなんだろう。食べれるかな。あらまあ、食べるわね。この子種ないな。はい。もう終わり。ね。はい、ね、こここ。もうリュウちゃん終わり。結構年、結構年だね、この子。うん。あ、ありがとう。今剥いたもらったあいつ、うん。冷たくないし、まだあんまり甘くないか。うん。うん、そっちでやろうか。何してんの？これだけ。チーズ？チーズ？この子。これ外れんか。あ、これも外れる。外れるかな。外れんの。何よ。あら、お帰り。うん、リュウ君先に帰ってきましたよ。やだよ。こっち探して俺は行くよ。あげて。何やんねん、あんた。カイセンは？カイセンはお父さんについてた。カイセンにちょっと話があるんだ。一回は東北帰ってこん。あ、無事なの？よかったねー。すいません。おー、アイスクリーム。じゃあ、アイスクリームじゃないと。それカイセンくんだよ。カイセンくん。あ、じゃあ、これ7の分あって。うん、違うよ。うん。待って待って待って。いい、食べて。今食べて。でも、それ見たら、アイスクリーム食べたいな。これを食べ、執着心がすごいんですよ。気をつけてよ。もうそういうふり。こういうふりあれてるよ。そうだよな、そうやって持ってきたら感動。こういうふりあれてるよ、うん、危ないよ。え、でもじゃあこれご飯食べてからじゃん、うん、ご飯食べてからだよ、あんた。そうだよ、うん、そうだよ、あんた。まあまあ、いやいやいや、みんなで分けよう。やめた。いい、みんなで分けよう。これ切って切って食べやすいように、はい、うん、と思ったら、えって言うんだよ。ちゃんまたも今のにもダメなのかと。ちょっとそれは癖がありすぎるっていうか。でもね、何でもトライはする、お父さんは。あ、とりあえず手を出すんだ、うん。やっぱりギッタお父さんのって